皆さんおはこんばんちは、お芋です。今回は、内装パーツでおなじみの、N小屋から発売された、函館ハイカラ号のレビューをしていきます。函館ハイカラ号は、もともとは1910年に、千葉の清掃電気軌道で製造された車両です。製造当時は木造でした。1918年に函館市電に譲渡され、1937年からササラ電車として活躍してましたが、その後、長年ササラ電車として活躍後、1992年に函館市の記念事業で復元した車両です。この時に車体も登場時の寸法の半構成で新造されました。それでは、キットを見ていきましょう。まずは、パッケージ。そして裏面は函館市内の写真が写っています。ディスプレイ用の風景のようです。それでは、キットの中身を見ていきましょう。まずは、説明書。説明書をめくれば、ランナーとイラスト付きのカードが入っています。屋根と床下パーツのランナーが一つと、側面と正面などのランナーが二つの板状キットで構成されています。板キットの新製品というのもあまり少ないので、ある意味新鮮ですね。あとは窓ガラスの塩ビ板と、複雑な塗装用のシールが付属しています。改造のネタとしては、函館ハイカラ号になる前のササラ電車が挙げられるでしょう。他にも、同型車で阪急に譲渡された車両が存在していました。阪急47型と言うそうですが、戦前に廃車になったこともあり、資料が皆無です。いかがだったでしょうか。明治時代製の木造車のプラキットは史上初であり、今までにない可能性があると言えるでしょう。最後までご覧いただき、ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。